当時の社員の構成はですね、うちの両親が福井県、福井県の知人を訪ねて来た社員、それからもう一人山形から来た方が、まあ、いて、その方の知り合いで来てもらって社員として雇うということで、福井と山形が主な構成、社員の構成だったので訪ねてきて、こんな感じで、はい、こんな感じで当時はそういった感じでずっと進んでいきます。これ見て昭和36年の8月22日、お諏訪様の日なんですよ。自分たちは、まあ、父親、栄治郎とか私はみんな東京にいたんで、一番流れ山の方から電話かけて、火事だよっていう連絡を受けて、早速千葉に帰って、まあ、もう大やか、消防署は来てくれたけど、なんか水がなくて、ダメだったみたいで、焼けのあるになって、新聞にも出ました。そんな感じで、その火事の後の、まあ、復旧工事で、タックであるとおり、慌てて作った時の上等式の部分になっております。はい。これは三栄ができて、営業、直接販売部隊ができてですね、最初の営業者だと思うんですけど、今はこれ3台ぐらい、こう、完全に乗ってますけど、普段はこれ、ホームピンポン台って、タック台を、まあ、畳半分ぐらいのこういう重ねて屋根に乗っけて、それが PR 代わりにあちこち走ったりね、こんな形で宣伝か、初代宣伝か、こういった形で走ったり、はい、その後はこれは先ほど言ったブドウ畑が多かったものですから、年に1回ブドウ園を開放して、庭を開放して、まあ、関東6県のお客さんを一度に来てもらって、ぶどう狩りっていう一つ催し物をやったんですね。関東北のスポーツで結構バスで来たり、一シーズン1000人ぐらい来たのかな。うちで食器類が1000人分全部用意してあったりして、かなりの大きなイベントだった。今の庭を使って飲んだり食べたりとか、いろんなことをしてきたみたいですね。なので右の写真は、まあ、あのばあちゃんのぶどう畑って書いてますけど、これはそのお風呂が亡くなった時に、ちょうど三浦新君の 社長の弟さんがこう絵をやるもんですから、描いてやったから頼んで、実際彼がこの動画で見たかどうかよく覚えてないんですけど、あったかどうか覚えてないんですけど、ナイアガラっていう、ちょうどこんな感じの動画的には全面に見えこれはロータリークラブ、昭和38年、39年ですかね。ロータリークラブ、左の写真は流山小学校の入り口になるんですけど、私もよく分かってるんですけど、流山認証書伝達式が行われた。左の方が、左下、下の方が旧道なんでしょうかね。古い人が走ってる。ロータリークラブのチャーターメンバーということで、はい、これはロータリーは霊界がいろいろあったり、まあ、普段ロンドン霊界というか地元の霊界、その他にこの地域のある程度ブロックがあって、それの多分霊界で、庭にこういったお店を作ってですね、やし食べ物のお店、味の子にしてたり、そういったお店を作ったりしていろいろやったりとか、私も直接は知らないんですけど、庭を出てきて間もなく相馬市と交流ができた。その時にその方たちをみんなご紹介して、いろいろやったことも良かったよっていう話を聞いてました。これは、ロータリークラブ年々に1回年次大会ということで、世界大会みたいなのがあって、その時ハワイであったんですけど、それになんか参加をして、その後、全国に初、日本の、まあ、全国の中から30人ぐらいで世界一周しようやっていうのが話になったみたいで、そこに参加させてもらって、うちの親父はだから脳血で歩けないから車を椅子で何か押してもらったりして、皆さんに大変迷惑をかけたみたいです。はい。これは家族旅行、もちろん私たちも小さいし、当時の旅行っていうと社員も少なかったし、社員の人が運転をしていろんなところへ連れて行ってもらうという感じの社員旅行。これは日光知らねえぞ。
これはですね、三浦さんの実家が大分ですね。大分のものですから、やっぱり親戚の関係で行ったりしたいということもかなり、自分らはまだ小さい時ですから、一緒についていったり、その旅行の一幕だと思うんですけども、左側の方が先ほど言った三浦会長のお父さん、右側は松田栄一の姿ですね。これは宮崎の今では平和大公園とか八甲一宮のところとか観光地になっているんですけど、こういう中で2人とも捨てて子姿でおられるってこと自体が今では多分ちょっといらっしゃいらしい呼ばれてきてないかな気がするんで、ね、よりによって同じような格好をして多分自分のこれ写真撮ってると思うんですけど、こんな感じで写真、珍しい写真ですね。はい、これはですね、初石公民館、当時、自治会の役員会、自治会の役員会で初石公民館が、今シルバーセンターって初石の駅の東口の方にシルバーセンターがあるんですけど、その前にあった途中よく分かりませんけど、その前にあったのが八石公民館での会合があってね、松田栄一の僕の自治会長だったんですから、そんなことで自治会の活動も結構いろいろ見てみたいです。当時は公民館で本当の公の建物が どなたの私物かよく分かりませんけど、立派な建物です。はい、お化け踏み切りの話を聞いたことある方いらっしゃいますか。これ左上に昭和44年2月になってますけど、ちょうど栄次郎が自治会長をやってた時って言うんですね。これこの写真でいう右側の方が大高の森の駅、東武線のちょっと東武線の大高の森駅から豊敷寄りに行って初めての踏切です。今でも残ってますけど、そのちょうどカーブになってて、まあ、年に事故、死亡事故とか結構あって、もちろん慶応区もついてないので死亡事故がよくあったりして、自治会の会長という立場で当選に慶応機をつけてよというお願いに行ったんですけど、全然相手に来てくれなかったみたいですね。それでたまたまいろいろ考えた結果ですね、大分の三浦さんの家の近くになんか人形師を作る人がいるということで、その方に頼んで踏切に慶応機代わりにお化けを立てたんですね。でそれを作ってもらってこっちに建てた。最初自分はまだ学生時代だったので、東京にお化けが岩箱みたいに入って、それを開けた記憶があります。なんか気持ち悪い。そんなんでこっちに持って行って、お寺で魂を入れてもらって、それから警報器代わりにお化けを建てた。それが結構怖くて、かなり効き目があったり、むしろ電車の運転手さんの方が怖かったみたい。あちこちから見学に来られた方もいたみたい。一躍有名になって、テレビに出たり、マスコミも受かったりして、その後、お化け踏み切りということで、しっかり有名な場所になってしまう。当時は、やり道で全然わかんない、くらいとかですね。建てた、5万円足して建てたお化けが、最初のお化けは盗まれちゃった。盗まれちゃった。で、また頼んでですね、今度は、仕事上、ボイラーマンっていう人ね、普段の、普通の人と勤務形態に変わるボイラーマンの人があって、朝ボイラーの人が終わりがけに、お化けを縦に行って、また言い方、お化けのサラリーマンみたいな、そういう繰り返しを自分も手伝ったことはあります。お化けに、小学校でも講演してよって言われて一回やりに行きましたけど、確かによく見ると怖い。夜特に怖いですね。はい、以上ですね。還暦ですね。この年還暦をやってもらった後に亡くなってますから、ちょうど亡くなる年だと思うんですけど、お孫さん、お孫さんに何かもらってると思うんでしょうね。はい、以上です。これは先ほどですね、流れ山土地を買うきっかけになった塩沢さんという方がいまして、左上に2人並んでいるのが栄次郎と塩沢さんで、東京で兄弟弟子で2人でやった方です。塩沢さんは板橋っていう方に財務工をやって、やっぱり非常に真面目な方で、
東京都の南北朝鮮のやっぱ勲章、はい、勲章なんかもらった叙勲された方ですね。で右下の眼鏡だったおじさんはそのお兄さんですね。で兄弟で私たちの今はもう両方と全部亡くなっちゃったんですけど亡くなられたんですけどこちらの方がお兄さん平方の方、はい、これは私が生まれた時に上から4番目3番目3番目の娘が生まれた時私が生まれた時に死んだ時のことをいろいろあらわと書いて、まあ、何も綺麗なおべべを買ってあげらなくてごめんねとかそんなことを日記に記したと思います。はい、ということで英雄さんは10月還暦終わった後に亡くなりました。私の24歳私の生きる目標は61歳だったんですが死にましたので次の目標はお袋の死んだ年で83歳を今目標にしております、はい、これは孫さんたちですね、まあ、自分のどっか連れてどっかの土手連れてって遊ばした時の写真だったんですけど右新社長は3人4人兄弟のうちの3人兄弟全員で孫は17人です。何人目の時に死んだかよく覚えております、はい、これは卓球台の工程です。これが丸太をフィリピンとか買ってここで片側向きにするんですね。薄くボロ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 向くんですね。それはやっぱりさっきご説して違うたものをここでボロボロってきて糊付けをして糊付けをしたやつをここでこのホットプレスとプレスにかけるわけですね。でプレスにかけたものを今度はここで養生である程度の温度が冷めたり気候に慣らすために何日か何週間か養生する重いものですからこれバキュームで持ち上げてこう移動するんです。これが一番最初に感染院で作った M 型卓球台ってことで一番のポピュラーな台に ビブらないっていうかビリビリしないっていう形の構造の台。こちらの方は、これはあの下地、プロコーターって塗装ラインの下地と工程なんだけど、塗料をこう手で拭くんじゃなくて、滝みたいに塗料を落として、そこに板をジャッと通すと、きれいに塗装。そういった塗装になります。はい。これは入社式2台って書いてある。どこが違うかというと、ここに松田英二さんが学術に入ってしまって、こうやって44年、こうやって47年ですから、学術に入ったことで、まあ、その違いなんですけど、当時のその頃は最初は福井とか山形とか三浦会長が入るようになった大分3つの箇所から社員が来てたんですけど、ある程度組織ができてきちっとなり人事部が できるようになったら高校当時大学ってなかなか来てくれる人ではいなかったんですが高校が高卒が中心になって入社式を主に高校でも卓球部卒業卓球部卒業生が多かったね、で社内に卓球大会をやったりして飲んでみました。はい。